おはようございます。謝罪すらコンテンツになるということだったんですけども、私は昨日ですね、ナイト2000に乗って意気揚々と出かけようと思ったら、アクセルペダルがね、なんか反応なくなっちゃったんですよ。でクリープでしか進まなくなっちゃって、ほんとトロトロになっちゃったんですよね。で脇道に入れて邪魔にならないところ車を止めて、でまああのレッカーを呼びました。はい、対応は早かったですね。レッカー呼びゃいいやみたいな感じですよね。でせっかくトラブったから、ナイト2000でトラブるやつはなかなかいないだろうと思ったんで、コンテンツ作りましたよね。逆にラッキーみたいな感じです。でこのまあ暑かったんで、暑くてね、ナイト2000ってすぐ車内温度上がってオーバーヒートするんで、エンジンを止めないといけないんですよ。そうするとエアコンも切れるじゃないですか。まあ炎天下の中にね、立ちすくむ、車内にいてももうねサウナになっちゃいますから、これは大変だなと夏を感じましたね。頭クラクラして熱中症になるわっていう風な感じでございました。まあそういったところもこれからワクワクしながら動画でまとめようかなっていうのと、あとね、車が故障したってことは直さないといけないですよね。直すためにあれこれと方策を練らないといけないですし、直すための作業をするのは私なんですよ、ね、ここはね自動車屋さんにお願いしても直せないですから。もう本当に究極のオリジナルカーなんで、あの機械に詳しい人とかって呼んできても、こんな車見たことないって言われて断られるのがオチなんで、自分でやるしかないですよね。自分でやると今度は自分でメンテナンスしたという経験がつきますんで、もう同じね、失敗というか同じトラブルで慌てることなくって、またねなんかアクセル踏まなくなったら、あれ前と同じの来たかな、よしちょっと直そうかみたいな感じでね、レッカー呼ぶこともなくさささっと直せるようになると思うんですよ。ですからワクワクして私はねこれから修理活動に入ろうかと思います。大体ね、なんか同じナイト2000のオーナーさんは同じようなトラブルに見舞われてますから、そういった方からご助言いただくのがね、近くのなんですかね、車屋さんよりももしかしたら分かりやすいかもしれないなというところでございます。だからね、なんかね、自分にとって好ましからざる事態が起きた時っていうのは、自分があの人の縁を広げたりね、人に頼ることができたりとか、あとは自分の未知の力が基地の力になると、そういうようなチャンスなんですよね。だからトラブル持ってこいなんですよ。プラス私としてはYouTube 動画も作れるんで、まあトラブって損はないなと思いますよね。そんな感じでね、自分にあの好ましからざる事態が起きた時ですら自分のプラスになると、自分の好ましい事態が起きた時もプラスになると、結局何でも得をするんですよね。あとは考え方ですよ。いいことがあっても、まあこんなことってすぐ終わるよって言って、せっかくのチャンスを本当に感じられないのか、で悪いことが起きたらやっぱりねって感じでやっぱり落ち込むのか、どっちにしても落ち込むじゃないですか、こういう人は。でも私は何が起きても、え、よかったーみたいな感じですよね。そっちの方がいいと思うんですけどね。皆さんどう感じでしょうか。では失礼します。